空に憧れて、空を駆けてゆく。みなさん、こんにちは。名古屋ボーカルスクール校長の竹馬です。にゃー <laughs> こんにちは。はい。 えー、今日はですね、リクエストをいただきました。えー、飛行機雲、荒井由美さんですね、やっていきたいと思います。荒、えー、井由美さんは結婚されて、えー、松東屋由美さんになられましたけれども、その松東屋由美さんの旦那さんですね、松東屋正隆さんがですね、この飛行機雲を聞いて、この人と結婚しようと思ったっていうね、笑い話がありますけれども。うん。あの、1973年の曲です。荒井由美さんがデビューするきっかけになった曲ですね。で 最近では、風立ちぬというね、映画でまた、えー、この曲が、えー、使われて、歌ってみた動画がね、すごい増えたような気がします。えー、私すごい好きなね、アーティストの一人なので、すごく嬉しいです。はい。まずは、えっ、ー、と、いつものやついきましょうか。せーの、はい、こちらです。はい。 食リエは、あーってなります。さーいたーっていう感じですね。で、B だと、さーいたーになります。A の食リと B の食リは、えー、違うので、しっかりここは認識していただきたいと思います。そして、ビブラートは赤色で書いてあります。ブレスは V のマークです。えー、すごいシンプルですね。4つしかないですけれども、やっていきたいと思います。じゃあ、前半部分いきましょうか。せーの、はい。 白いで、ローで B のしゃくりですね。白になります。で、E の後に、一応ブレスマークがあるんですけれども、ちょっとブレスをした方が荒弓さんっぽくなります。白いで、ちょっと切りますね。で、坂で B のしゃくり、道がでブレスです。空まででブレス。綴でビブラートをします。いて、いたで B のしゃくりですね。で、ブレス。 ゆらーでビーのしゃくり、ゆらーでビーのしゃくり、かげろうがビブラートブレス、あの子でビーのしゃくり、おつつむでビーのしゃくり、誰もビブラート気づかずですね、気づかずってなります。ただでビーのしゃくり、一人ですね、ブレス、 あの子は、で、プレス。登ってゆく、B のしゃくり、ブレス。何も、で、B のしゃくり、2回来ましたね。恐れない、で、ブレス。そして、で、B のしゃくり。舞い上がる、になります。B のしゃくりで、ブレスですね。はい。えー、それではね、ここ皆さんで一緒に行ってみましょう。じゃあ行きます。ワン、ツー、はい。 白い坂道が空まで続いていたゆらゆらかげろうがあの子を包む誰も気づかずただ一人 あの子は、登ってゆく。何も、恐れない。そして、舞い上がる。はい、オッケーです。それではサビの部分いきましょうか。せーの。はい、こちらです。 空にで B のしゃくり、ビブラートブレスですね。あこがで B のしゃくり、レテですね。で、ブレス。空をになります。これは B のしゃくりしてまたビブラートですね。かけてゆくの形に A のしゃくり入ってますね。かけてゆくってなります。はい。空をかけてゆくですね。で、ブレス。 あの子のーで A のしゃくりですね。ブレス。命はーで B のしゃくりで、ブレスしてもらって、飛行機雲ーですね。O で A のしゃくりして、モで B のしゃくりをするんですけど、荒井由実さんってこの飛行機雲が全部のイントネーションとか発音の仕方が違うんですよね。今回の場合は飛行機雲ーって言ってますね。はい。じゃあ、ここ行きましょうか。 one, two, はい。空に憧れて空を駆けてゆくあの子の命は飛行機雲はい、OK です。 皆さん、ここをね、つるっと歌っていきたいと思いますけれども、皆さんね、えー、と気づいてらっしゃると思いますが、ちょっと、荒井由美さんに寄せてます。ちょっと鼻にかかる感じです。おはようございます。あいうえを。ってやると、ちょっと荒井由美さんっぽくなりますね。春よー、と春よー、みたいな感じですね。ちょっとこう鼻のここら辺ですね。それでは、つるっといきましょうか。 one, two, はい。白い坂道が空まで続いていた。ゆらゆらかげろうがあの子を包む。 気付かずただ一人あの子は登ってゆく何も恐れないそして舞い上がる空に憧れ 「命は飛行機雲」 えー、ということで、1973年、荒井由美さんの飛行機雲歌唱分析させていただきました。えー、リクエストありがとうございます。鶴さんありがとうございます。えー、この曲、すごく悲しい歌ですね。荒井由美さんの同級生のことをね、思って書いた曲だそうですけれども、うん。あの、本当に頑張らなきゃいけないなって思いますし、こういう時期ですからね。 あのすごい悲観することはいっぱいありますけれども、それでもやっぱり前を向いてね、えー、生きていきたいなって思いますよ。うん。そしてお知らせなんですけれども、えー、今オンラインレッスンをね、えっ、ー、と、結構メインにやっております。あの、一人一人のね、1対1のマンツーマンのオンラインレッスンもそうですけれども、えー、発音の、 えー、英語の発音ですね。英語の発音もしっかりやる、えっ、ー、と、グループレッスンも開催しております。えー、概要欄の方にね、しっかり書いておきますので、ぜひ興味のある方は、LINE ね、登録していただいたりとか、名古屋ボーカルスクールのホームページをね、見ていただいたりとかするといいと思います。あと、音痴強制とかもやってます。まあ、こんな時期にですね、えー、みんなに内緒で、えー、しっかりうまくなっとくっていうのも手だと思います。はい。なので、ぜひぜひね、えっ、ー、と、そちらの方も ご覧くださいはい、ということで、また次回の動画でお会いしましょうせーのさよなら <laughs> 空をかけてゆく